宮原が入ってくる。わあ、おお、乱れ打ち、ガリアット乱れ打ち、ローリング、どうしかし、トラックアウト、カウンターとなった。足や、要所要所、石川選手、春がね、うまいですね。うまいですよね。危ない、あ、パウダー、これがドバック、スワマで浴びてね、浴びせてしまった。あ、これは。さあ逆にチャレンジャーチーム、おー、しかしどうだ、あ、ボンボリさん決まればチャンピオンの応援か、ダブルリーバーにバック痛い、さあバックを取っている、あら、いやー、すごい逆転でしたね、でしたね。皆さん明けましておめでとうございます。初めましての方は初めまして、そうでない方はお久しぶりです。野村直也、青柳優馬で野村柳でございます。今は相方は全日本プロレス所属ではありませんが、二人はほぼ同期といっても過言ではない、全日本プロレスの道場で育ち、このリングでデビューした二人です。その野村柳がお前らみたいなプロレス界一適当に誕生したタッグチームがどうしても許せない、貴様らプロレス界一適当なタッグチームを、この歴史ある野村柳がその世界タッグ一発で取って差し上げますので、その時までせいぜい浅い思い出でも作っておいてください。以上です。野村拓也、明日最初で最後だ、俺らのドラマが明日でやるぞ。男と男のプライドをかけて明日は完全決着や。見てくださいよこれ、ご覧の通りだ、世界タッグ3冠全て俺の体にある。これを聞いているレスラーの諸君、今ヘビー級のベルトは全て俺の体にあるぞ。お前らそれでいいのか、明日野村拓也と三冠戦をやるため一緒にはコメントしない、彼とはそういう関係だ。明日どちらが真の2023年プロレスの神様を選ぶヘビー級のトップ、世界タッグ3冠含めた5冠王になるか、野村拓也、てめえの人生かけてこい、俺も明日人生をかける、プライドをかけた男の戦いだ、明日だ。最高の年始め、最高の年始め、あ、世界タッグ取って100万も手に入れました。よし、もうあとは明日勝って三冠のベルトを腰に巻くだけです。なんかあります？あのベルトも取ってバトル優勝して100万円最高でしょ、まあ、いい弾みというか最高の弾みだった、最高の弾みでしょ、最高すぎて心配ですけど、明日は、宮原健人も言ってる通り、僕と宮原健人にしかできない戦いをして、僕が三冠のベルトを腰に巻きます、はい、今日その手応えをバッチリ使いました。そうですね、まあ今日の勢いがあれば取れると信じます、はい、信じないとねダメなんで、取りますよ、必ず取って、新しい全日本プロレスを、大日本プロレスの僕が見せたいと思います。以上。